それでは始まりましたリーダーの身だしなみのお時間です。この番組では身だしなみを通してあなたのビジネスの成功を演出する会社オーダーメイドスーツのマージンがお送りいたします。この番組では様々な業界からゲストをお呼びして知られざる業界話やそこに行き着いた経緯、ビジネスのノウハウなどを伺います。まあ一応ラジオの趣旨である、身だしなみのことについても伺っていく番組なんですけども、今回はちょっと特別編なのでそれは割愛させていただきます。まあ、これを聞けばあなたの明日からの身だしなみが変わるかもしれない、そんな番組です。でこの後ですね、素敵なゲストをお呼びしておりますので紹介させていただきます。それでは一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。美味しいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。毎週日曜には沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。それでは、ゲストの紹介をさせていただきたいと思います。では、じゃあお願いします。僕から、はいはい、山口土下座と言います。山口土下座のバンドバズーカフライデーズでベースを務めておりますジョージ川崎です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ですね、聞いていただいている方はこのオープニングとエンディングの曲気になってると思うんですけれども、まずこの楽曲提供ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。沖縄の全島民が聞いてると噂なので、おおなんだこの曲はって思ってる可能性もあるので、そうですね、はい、楽しみにしていただければと思います。はい、YouTube で見ていただければ分かるんですけども、川崎とは僕中学高校一緒の同級生でございまして、まあそんなご縁で土下座さんを紹介していただきまして提供に至りましたが、まずお二人がバンドを組むにあたって知り合った経緯というか、はい、そんなの伺ってもいいですか。はい、東京の八王子にあるパパビートっていうライブハウスがありまして、はい、はい、出たことある。僕も出たことある。昔に、一緒に一緒に。あ、本当ですか。昔ドラムやってたんですよ。おアドワイザーっていうバンドで。いいバンドだな。大して、ね、酒飲まないの。確かにね。まあそこで知り合って何年前かね。もう多分7年とか、うん、それぐらいですかね。多分20歳ぐらいだったと思うんですよ。ジョージ君まだ学生だった。学生だったんで、それでまあたまたま別の人を見に行った時に、うん、山口土下座さんが出てて、あ、いい歌を歌う人だなと思って声かけて、その後何度かライブハウスに足を運んで、気づいたらメンバーになってたっていう。その時はベース、あ、川崎、ジョージ川崎君はベースをやってるんですけども、はい、ベースがいなかったってこと。ベースいなかったですね。あ、確か最初に見た時は俺一人でやってる。そうです、一番最初は一人で、その後行ったら、うん、まあ一人でやってるのかなと、まあ、その時にもう YouTube とか見てたから3人ぐらいで出てるのは見てたんですけど、土下座さんがやってるの、まあ、そうそう、うん、メンバーは違ったけど、でもあのまんまですね、バイオリンとリードギターがいて3人で、あの時はね。それで、なんかそういう、なんていうんですか、ドラムとベースがわざといないスタイルみたいなのを、うん、なんていうんですかね、強調してやってたっていうわけじゃないですけど、うん、ドラムがいるとバンドになるからって言ってたから、うん、なんかそういうルーツミュージック的なところで、そんな感じ。ルーツミュージックってどういうことなんですか。マリオですかね。説明していただけます。俺うわ、ルーツミュージック合ってんのかなこれ。いや、大丈夫です。大丈夫ですかね。クレームとか来ないんで。ちょっと間違ったがあったらね、もしよかったらクレームで。まあアメリカの
その昔のフォークとかカントリーとかブルースとか、はい、そういったものの、まあ、そういうジャンル分けがあまりはっきり分かれていない頃の音楽というか、うんうん、昔のフォークとカントリーとかって結構 あまりそんなに大きい差がなかったりするんですけど、その頃の音楽がルーツミュージックだと思います、うん、アメリカンルーツミュージックって言います、ね、はい、特になんかあのジャグみたいなものを強調してたんじゃないですか、なんか、うんうん、ジャグっていうのカズって楽器土下座さん使うじゃないですか、うん、あウィーンみたいな、うん、なんていうんですか、あれ音程で変えるんですかね、そう、あれは口の音程で昔からある楽器ですよね、そのあのジャグって僕もそんなに詳しくあれですけど、うん、そばにあるものでやる音楽っていうか、うん、結構あれなんですかね、ディキシーランドとかそういうのから派生してるんですか、あれは。あ、結構スイング系がでも多いですよね、うん、そうやね、で黒人の音楽だったんですかね、その辺がね、難しいですよね、あの勉強不足ではありますが、まあ、まあスプーンとかよくあるのがあのウォッシュボードって洗濯機で、うん、洗濯板ですね、洗濯板でリズムを取って、あとはベースがたらいなんですよね、うん、たらいで、それで機材が揃う前のそうです、もうあの楽器がないからとりあえずやろうっていう、あるもので、うん、そういうもので、まあ、やってる音楽がそういう土下座さんの曲で、特にあれどうなんですかね、うん、ジムクエスキンとかジムクエスキンジャグバンドとかああいうのとか好きですよね、うん、俺好きっすね、まあ、そんなの聞きたい、あの、うん、あの聞いてる人なんかは、うんうん、あの土下座さんの入りとエンディングの曲だけでこう気に入ってくれる人は、あこういう感じ好きだなって聞くと思うんですけど、うんうん、土下座さんとか川崎がこうどういうのに影響を受けて、うんうん、そうですね、結構ね似てるところもあるんですけど、うん、あのまあね、バンドを始めたきっかけとかはあのもう普通の一般的なというか、うん、あのロックバンドに憧れて始めたんですけど、今やってる音楽に直結するようなきっかけっていうのは、うん、さっき川崎くんが言ったあのジャグバンドであったりとか、うん、そのまあ、大昔のフォークミュージックだったりするんですけど、うん、今言ったあのジム・クエスキンっていう人はあのアメリカの60年代70年代かな、このぐらいの時代を、まあ、メインにやってた人で、その戦前のアメリカの音楽を復興した人なんですね、その60年代に。ジム・クエスキンが。そうなんです、その1960年代70年代でもうすでにその昔の音楽をこう発掘してもう一回リバイバルでやってみようっていうようなことをやってた人なんですけど、それよりさらに昔の音楽を復興してる感じなんです。そうです、そうです。もうすごい昔のだからジャグバンドっていうと多分キャノンズ・ジャグ・ストンパーズとかそういう、バンドがあるんですけど、はい、すごい音悪いんですよ取れてない。ジャグがもう盛んだった時代の音源ってめちゃくちゃ悪いんですよ、音が。あとジム・クエスキンはその音質がやっぱ良くなった時代でやっぱそれを復興してやってるからすごい音源もいいし、何て言うんですか、心躍るような、うん、まあ、全然知らない人が一番最初に聞いてもあこれ楽しいなっていう感じの曲ですね。うん、そうだね、うん、ここは川崎くんと共通してるのは、うん、もう楽しい感じの音楽が好きなんですよね、うん、だから初めてそのジム・クエスキンとかの音楽を聞いた時にこれはええぞとこれはええぞと思って、まあ、一生懸命コピーやったりとかして、まあ、なんとなく今の音楽の形に、まあ、繋がってきたのかなという気はしてますね。そう、川崎が土下座さんと会った時は土下座さん一人でやってたんですか？ほとんど一人だったかな。たまにその3人とか、うん、さっき言ったあのバイオリンとかギターとかと3人とかでやってたんですけど、まあ、その点今も変わらないんですけどね、まあ、ほとんど一人でやって、うん、たまにバンドでやるという感じでやってましたかね。ドラムはいるんですか？ドラムはね、いるんですよ。こうバンドがですね、5人バージョンと8人バージョンっていうのがありまして。8人もある。ついこの間8人でやったんですけど、へ、
大人数だってきますね。そうなんですよ。できる場所がね限られてきますけど、ね、そうなんだと。あと予定が合わないっていうね。現実的にそれが。みんな仕事してますもんね。そうなんですよね。家庭と仕事とね、うまく折り合いつけながらやってるんです。この8人バージョンがドラムがいますね。はい。で5人バージョンの時はパーカッション。カホン。カホン使って。うん、そうです。ですね。川崎なんかあれ何でしたっけ、あのコミックバンド。はい。コミックバンド好きですね。ドリフターズとか。そういうのをなんかやるのかななんて思ってたら、でもまあノリは近いとか俺はそう思ってないよまあでもその昔の時代の音楽っていうのはでもあれじゃないですか、中にはクレイジーキャッツに近い曲ってあるじゃないですか。ありますね。っていう点ではまあ似てるとか、個人的にその全体的な笑いっていう面じゃなくて、まあ僕が好きな花はじめとクレイジーキャッツっているんですけどまあそれ、まあ、クレイジーキャッツもともとジャズバンドだったんで、うんうん、まあどうなんですかね、まあ、出るとこ僕らもそのさっき言ったジャズとかそのルーツミュージックだけを聴いてるわけじゃないんで、うんうん、好きな曲ってやっぱいっぱいあると思うし、うん、まあなかなか共通点っていうのは見つけるのは難しいですけど、でも誰もが楽しむ音楽っていう点では似てるかもしれないですね。楽しめる音楽っていうのは、うん、いいですよね。聞きなじみも良くてっていうか、うんうん、こういうテンションの時に聴く曲とか、明るい時に暗い曲あんま聴きたくないとかあるけど、うん、あんまりこう感情の起伏関係なくいつ聴いても陽気な感じの曲だなっていう、うん、本当なんかこう少し懐かしさを感じる、うん、曲なのかなっていう風に、うん、アルバムをいただいて聞いた時に思いましたね、うんうん、僕もねドリフめちゃくちゃ好きだったんですよ、ドリフってバンドなんあれはお笑いの本当番組の番組の方がね、うん、目立っちゃいましたけど、そうですね、元々かなりがっつりバンドっていうかCD も出てますね、だから、うん、そうですか、うん、うち家にあるステレオがあったんですけど、うんうんうん、レコード何枚かしかなかったんですけど、その中にドリフの LP 版があって、はい、でそれを擦り切れるぐらい聴いてたんですよね小学校の頃に。その影響は多分多大に受けてるような気がしますね。そのジム・クエスキンとか、うん、もしこう聴いてる人が多分馴染みのない名前の可能性が高いかなと思うんですけど、うんすねうん、日本だとどういう人たちに近い、そのドリフもそうなんですか。ドリフもそうだと思いますね。ジャグっていう感じなんですか。あ、ドリフはなんだろう。でもドリフもあれじゃないですか、うん、カントリーを題材にしたアルバムとかあるんですけど、ヨドバシカメラの曲とかあるじゃないですか、てあれ昔のなんていうんですか、フォークソングじゃないですけど、うん、あれこそ昔のカントリーなんですね。ああ、はい、そうね。そういうの歌ってるから、うん、まあその点ではそういう曲もあるかもしれないですけどね。うんうんうん。うん、そうね。まあもしかしたら、まあ強いて言えばね、だから、うん、確かに関係あるかもしれんけど、多分根本はドリフってソウルミュージックだと思うんですよね。へえ。80年代はすごい。あれですもんね、ヒゲダンスとか16部の曲多いですもんね。そうそうそう。あ、でもね、あれですよ、うん、ドリフ確か高木ブーがハワイアンやってて、そうですね、長さんがカントリーなのかな、それなんかいろんな別々の音楽やってたらしい人たちが集まったっぽいんですよね。へー、お笑い芸人の集まりじゃないんですか。じゃないです、ね、うん、もともとはみんなミュージシャンだった。ミュージシャンでコント番組の方が名前が売れてっちゃってるんですかね。そう、うん、まあ、途中でなんか方針を変えたんだったっけ、うん、ね、音楽じゃなくて何なんですかね、あれ辺は、ね、まあでもカントリーは僕らも、まあ、僕も個人的に好きだし、まあ、そこを遡れば似てるとこあるのかなっていう感じですけど80年代 の全員集合みたいな感じになっちゃうと全然、まあ、僕らも16部の曲とかで、ね、やったこともありましたけど結構ノリってやっぱカントリーとR&B っていうんですか、うん、こっちの方向だとだいぶ
差があるんで。16部って どういう風に16部の音楽ってのはなんかチャカ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 で刻める音楽っていうかな。ダーンダーンツタッダーンツタッダーンとか、はいはいはい、細かく刻める音楽だと16部思います、うん、70年代とかに多い感じですかね、うんうんうん、そうね、うん、黒人のR&B とかで16部が多いって感じですか。そうだね、うちらは16巻ないね、そういうじゃん、うんうん、あ、分かった、多分ドリフからはこう魂みたいなもんを私はもらったんじゃないかな、うんうん、そうか、まあ、あんま関係ないですけどね音楽的にはね、日本で言ったら多分高田渡さんだと思う。ああ、いいですね。もういい、高田渡さんもあれですよね、ジャグバンドをそうそうやってた、歌詞が歌詞じゃないようなとか、うんうん、そういう感じなんですよね。高田渡さんの曲って、うん、思いを4分に詰め込んだ感じの、喋、うんうん、るようなね、喋るような歌うような、うんうん、でもギターの弾くスタイルとかドベダさんとよく似てるっていうか、うん、結構影響を受けたんだろうなっていうのは感じますよね。めちゃくちゃ受けた、うん、へえ、うん、めちゃくちゃ練習したね、うん、渡さんの曲は。あと10分11分なのでせっかくなんで今日は生歌をラジオで披露していただきたいと思いますので、ちょっと準備の方を曲はどうしましょうかね。せっかくなので流していただいている曲を、あ、はい、いいですね、やらせていただければと思います。1曲目はじゃあ、はい、オープニングで、オープニングのそれで大丈夫だよっていう曲、それで大丈夫だよ、はい、やらせていただきます。今準備中ですね、はいこれがちょっとラジオだとねお待たせしました、はい、行きましょうか。ではそれで大丈夫だよという曲を聴いてください。よろしくお願いします。
ですね。これが乾燥で何ていうんですか、増えてたのがカズーですね。そうです、カズーの音。じゃあ今これですね、ビーッと音のちょうどね、口にねこうラップをこう密着させた時のような音っていうかな、ブー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 みたいなね、これがカズー。カズーです。いいですね。多分世界で一番簡単なあの楽器だと思います。なんかこう音色もあるんですか、これの、うん、あの出し方というか、このこれはですね、息を吹くだけでは音が鳴らなくって、声を出す、加えて声を出すと音が鳴ると。あの柳沢慎吾さんのこのね、タバコのやつあるでしょ、ケーブのやつですね、あの原理ですね。いやー、よかったですね、ありがとうございます。じゃあ、はい、あの続けてじゃあ、またせっかくなのでエンディングで流れている、ノンデハイテブギーという曲をこれはやらせていただきます。準備ですか？はい。よし。ワン、ツー、スリー。いつも長いになるってわかってるのにバカだね。今日もペロ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 
これがねまたエンディングでまたこう入ってくるような感じ。そうですね、そうですね、いいですね。いやちょうどあの時間もいいところなんで、はい、あの土下座さんの曲なんかを例えばこう、まあ、今後聴いてた人が知り欲しいなだったり、はい、っていうことは可能なんですか。あ、可能です。どういうふうにアプローチしていけばいいですかね。あの山口土下座っていうふうに検索していただくとホームページが出てきますんで、そこであのメールをあの送れるフォームがあるので、はい、それに連絡をいただければこちらから返信させていただきますんで、はい、ぜひ興味があったらよろしくお願いいたします。これがさっき話したこの陽気な感じのね、うん、すごくいい気持ちになるような、ありがとうございます、曲ですよね。はい2曲とも明るい陽気な感じの曲をやりましたが、はい、暗い曲もありますんで中にも興味があるの本当にこれもそうですね、まあ、ぜひ生で味わっていただきたい。あ、最高ですね山口土下座さんは月10本ぐらいやってますか。まあ7、8ぐらい、はい、結構多いんで、もし興味があって都合が良ければライブの方にお越しいただければと思いま す, です、ね、そしてね沖縄行きたいですね、ええ、あ沖縄に行きたいですね。生放送した僕もまだ収録したばっかなんでね、うん、ぜひ生放送でやりたいですね。やりたいですね。せっかくギノワンの FM さんにやらせてもらってるんで、うんうん、行きましょうか。行きましょう沖縄に遊びに泡盛を、はい、飲みながら飲みながら、じゃあちょうどいい時間なんで、はい、これで今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。ハレンチオレンチ縮れ毛されどペロペロペロ